ジャパン、日本のすごいニュースへようこそ。今回は住友金属鉱山のリチウム開発についてお話ししていきたいと思います。現在ヨーロッパや中国などの自動車市場では急速な EV シフトが進んでいます。日本においてもクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の導入もあり、社会的関心は徐々に高まってきています。これに伴い EV に用いるリチウムイオン電池の需要が急増しているんです。そのような中、住友金属鉱山は2028年にもその主原料であるリチウム生産を始めると発表しているんです。今回は住友金属鉱山の独自の新技術によるリチウム生産への取り組みについてお話ししていきたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。住友金属鉱山はリチウムイオン電池の中核部材である正極材の世界的な大手企業なんです。正極材にはリチウムやニッケル、コバルト、マンガンなどのレアメタルが原料として使われています。住友金属鉱山はニッケルやコバルトの海外生産は手掛けているんですが、リチウムはその大半を中国での生産に依存していたんです。しかしこの度住友金属鉱山が開発した独自の新技術により純度の低い原材料から高効率でリチウムを抽出できるようになるとの報道が流されているんです。これにより自社のリチウム調達体制が強化されるため、今後は中国に頼らなくても電気自動車のバッテリーに欠かせないリチウムを確保できることになるんです。リチウムは鉱山から採掘した鉱石の他に塩湖の淡水から抽出生産されるんです。塩湖の淡水からの抽出においては従来は天日濃縮法が用いられました。天日濃縮法ではまず塩湖の淡水を汲み上げて広大な蒸発池に入れて天日にさらし、太陽の熱によって水分を蒸発させて淡水の中に存在するリチウムを 0.2% から 6% にまで濃縮させるんです。この天日濃縮法は自然の力を使うわけですから8ヶ月から15ヶ月という長い期間を要します。しかも全ての塩湖でリチウムを抽出できるわけではないんです。これまでリチウムは塩化物淡水から回収されていたんですが、地球上のほとんどの塩湖は硫酸塩淡水なんです。硫酸イオン濃度が高い場合、リチウム吸着剤の構造が崩れる、溶解するなどの課題があるため、硫酸塩淡水からリチウムを商業生産することはできなかったんです。しかし住友金属鉱山は天日濃縮法には頼らずに硫酸塩淡水からリチウムを分離抽出することができるという新しいリチウム吸着剤の独自の技術開発に目処をつけたんです。そしてこれは資源国側にとっても大変メリットがあることなんです。この新技術によって抽出に必要な期間を従来の1年程度からなんと1週間程度へと大幅に短縮することができるんです。またこの吸着剤とは別にリチウムの抽出工程で必要な薬剤のコストもこれまでの約10分の1に抑えられたということで、収益性が低く資源開発が難しい地域でも採算を確保できるというわけなんです。住友金属鉱山は現在リチウム塩湖においての権益を持っていないため、この新技術をてこにこれまではほぼ海外勢が独占していた権益の確保に動き始める計画なんです。今後はアルゼンチンやチリなど南米諸国の塩湖でのリチウムの生産を検討しており、海外の資源開発大手企業との合弁設立や共同出資を通じての権益確保のほかに吸着剤の技術供与なども視野に入れ、共同生産に向けて交渉を開始する予定とされているんです。原料の生産量は年間で2万トンから3万トンの事業規模を念頭に置いているんですが、この生産量は単純計算で電気自動車数十万台分の EV 電池に必要な量になるんです。リチウムは経済安全保障上の重要物資である
るために安定的な調達が求められているんですが、国際エネルギー機関 IEA の推計によると、2040年時点のリチウムの需要量は2020年の10倍を超えるとされているので、現在の生産量では供給不足になると懸念されています。リチウムは EV に限らず、パソコンやスマートフォン、タブレットなどの携帯電子機器にも使用されるため、将来的に電池需要が一段と高まることで大幅に不足するとの試算もあるんです。今回の住友金属鉱山の新技術が実用化されれば、資源価格に大きな影響を与える可能性があり、リチウムの産地が増えて低価格での安定調達が可能になるかもしれないんです。電気自動車に使われる最も高価な部品は電池なので、世界の競合メーカーとの競争に負けないためには、安価なリチウムイオン電池を大量に生産できる体制作りが必要なんです。しかしリチウムのサプライチェーンは特定の国に偏っているため、寸断リスクを抱えているんです。現在リチウムの生産はオーストラリア 53%、 チリ 25%、 中国 13%、 アルゼンチン 6% の4カ国で世界の約9割を占めているんですが、各国の政治動向や国際情勢などで供給が不安定化する可能性があるんです。さらに鉱石からリチウムを取り出す製錬という工程においては、中国が実に 58% を握っているんです。以上のことからも、供給の安定性を高めるためにはリチウム原料の生産と精製を行う国や地域を多様化していく必要があるんです。リチウムは市況変動リスクが非常に大きく、その生産において多額な投資が必要なこともあり、これまではアメリカのアルベマール、チリの SQM 社、中国の天才リチウム業などの大手の生産プレイヤーが中心だったんですが、今後は住友金属鉱山の参入により大きく変化する可能性があるんです。リチウム権益をめぐっては、もちろん海外勢の動きも非常に活発で、電池生産シェア世界トップの中国は資源を求めて海外プロジェクトへの投資活動を鮮明にしているところです。将来の需要の高まりに備えて、日本政府は2022年末経済安全保障推進法の特定重要物資に関して、リチウムや半導体を含めた重要鉱物など11分野の指定を閣議決定し、リチウムの確保に向けて官民挙げて取り組むという姿勢を示しているんです。日本でリチウム生産権益を持つのは、これまでアルゼンチンの塩湖で生産されるリチウムを輸入するトヨタ通商などに限られていたため、安定的な調達体制作りが急務だったんです。先ほどオーストラリア、チリ、中国、アルゼンチン、これらの産出国について触れましたが、特に中国への依存は経済安全保障上深刻なリスクとなりますので、こうした動きは大変重要なものとなりますね。この新技術の抽出法により収益性が上がることは間違いありませんし、これまでは中国に頼ってきたリチウムの生産を同社が開発した独自技術によって、以前とは比較にならないほどの短期間で確保できるというのはとても素晴らしいことですね。こうした脱中国の動きは非常に喜ばしいことなので、今後もこうした動きを追いかけていきたいと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。サブチャンネルジャパンさんのお話と、この動画のチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。サブチャンネルではここでは扱えない話題やニュース、本チャンネルのコメント返信、日本のすごい観光地巡りなどしておりますので、ぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。